ザビシャ・チャルニ・サビシャ・ジャルニは、ポーランド出身の騎士、外交官。別名、サビシャ・チャルネで、黒い甲冑を装備していたことから、黒騎士の称号を持つ。時の神聖ローマ帝国皇帝ジギスムントの下で、活躍した。現在でも、伝説の騎士として有名である。なお、チャルニは、黒という意味のあだ名で本名ではない。ザビシャは年のタンネンベルクの戦いで、 武勲を挙げ、ジギスムント式の元トルコ、クスハとの戦いにも参加した。騎士として、世の平定を求めて活動していたが、1428年対トルコ戦での500人のポーランド騎士を率いての戦争で敗れて捕虜となり、暫主刑により処刑された。ザビシャは、槍試合で無敗を誇り、1412年のハンガリーのブダで1500人の騎士の中で優勝し、 1416年には南フランスのペルピニャンで開かれた大会では、東大最強とされたアラゴンのフ安ンという騎士にも勝利を収めている。外交官としても活躍し、ジギスムントとポーランドオブアディスワフ2世との和平交渉を実現させ、コンスタンツ公会議にポーランド施設団の一員として参加するなどしている。コンスタンツでは、監禁状態のヤンフィスに面会し、 不正も理解を示し、彼への不当な扱いと処刑にも反対した。後に、ヤンジシカに破れ捕虜にされたが、身の白金と引き換えに釈放されたのは不正の対応を、ジシカが評価したものと考えられる。理想の騎士として真偽に厚い高潔な人物で、ポーランド王やジギスムントからも信頼され、存命中から騎士の官と評されていた。ポーランド語では、 ザビシャのように信頼できるという言葉がある。ポーランドのサッカークラブザビシャブイドゴシチュのチーム名のモデルになった。高い腕前を持ち強い信念を持つが、騎士としての非常さも持っていた。最後の戦争ではいかに最強であれ、高齢の問題と戦況により敗れたとされる。騎士、外交官、ポーランド、ありがとうございます。